こんにちはヤオコーキッチンのトヨタですまず材料はメカジキです、えー、メカジキにこれちょっと大きめですけど比較的 80g から 100g ぐらいの間の切り身があると思います 80g あたりでだいたい一つまみの塩を振ってくださいよく両側に塩を振る方がいらっしゃるんですが実は料理は両側に塩を振るのはあまり意味がないんです なぜかというと身を半分にして食べる人はいませんからこうやって切って食べるわけですから片側だけの方がかえって塩の量や塩のバランスがつかみやすいと思いますで、これ今日ちょっと厚めですから8 0ムよりちょっと1 0 0ム近くあると思うので1枚につき1つまみ半ぐらい塩を振りましたで、この後 フライパンに入れるんですがまずはフライパンが冷たい間にエクストラバージンオリーブオイルをほんの少量だけイメージとしては小さじ1杯ぐらい入れてこの上にフライパンが冷たい段階でこのマグロの表面とフライパンの間にしっかり油の膜を作るようにしてください。ここうすることとにによってとてもきれいに 油が回って変にこびりついたりしないで焼くことができます。でまたこのもう一枚もこの間にフライパンとマグロの実のメカジキの間に油がしっかり均等に入るようにしてそれから最初から蓋をして火にかけます。これなぜ最初から蓋をするかといいますと。 これ蓋をしないで焼くとメカジキは周りにバチバチバチって油が飛び散るんですで、油を飛び散らせないためなんです、えー、イタリア料理の家庭料理は5つの大事なことがあります1つ目はあまりいろんな材料を用意しなくていいことあれもこれも用意しないとできないのはレストラン料理だと言われます2つ目は珍しいもの使わないめったに手に入らないものを使って料理をするんでは あまり意味がない料理と言えない三つ目はあまり高い材料を使わない高い材料は毎日使うわけにいかないと思います一般的な価格のものを使います四つ目は今もお話したようにできるだけ時間をかけないためには、えー、下準備も料理調理時間そのものも最後の後片付けも時間がかからないそういう意味では この料理は蓋をして焼きますで、最後に体に悪いものをできるだけ取り除くできるだけ使わないというのが家庭料理の条件と言われています今ちょうど焼けてジャーという音がし始めましたこの音がし始めてからまずは30秒ぐらいこのままほったらかしときますあまり明確にきっかり30秒というわけじゃないんですがまずは、えー、この音がして きっと今ぐらいで30秒が過ぎたと思います30秒が過ぎた段階で一旦火を止めてしまいます、えー、この止めてる間に中の空気が全体に丁寧に火を回してくれるはずですでこの音が止まった段階でもう一回火をつけます、えー、今私が使ってる火はずっと強火です 中火でじっくり焼くよりもかえって火を入れる時は強火でしっかり強いままで火を入れた方が表面にきれいな焼き目がつくと思いますでこのまままたジャーッという焼けてる音がバチバチという音もし始めても少なくても30秒ぐらいはしっかりこのまま火を強火のままでほったらかしておいてくださいちょっと音が収まってきますね でこれでおそらく30秒過ぎてるはずこれ,これで一旦火を止めます火を止めてすぐふたを開けないのもやっぱりキッチンを汚さないためですこの音が収まれば飛び散ることはありませんもうしばらくでうんうっすら えー、三日月の周りが白くなってるぐらいなんですが一旦これちょっと横から見てみてきれいな焼き目がついてるか意外と一発できれいに焼き目がつきましたこれで焼き目がついたらひっくり返しますで再び、えー、蓋をしてもう一度同じことです。また強火で バチバチバチという音がし始めるまでまずはじっくり待ってくださいこのまま音がしてから30秒ほどほったらかしておきますきっとこれぐらいでそろそろ30秒ぐらい過ぎたと思いますこれでまたさっきと同じように一旦火を止めます で音が静かになるまでこのままほったらかしときます。その次に使うのはこのサンドライトマトとケーパーのオイル漬けのものです。これ一つだけ気をつけていただきたいのは蓋を開けると上のギリギリまでオイル入ってます。油断して開けるとこぼしちゃいます。でこれをこの絵からこのフライパンの中に。 もう音が収まりましたねここにこんないっぱいまでオイルが入ってますからこれを大さじ1枚につき大さじ一杯このフライパンの中に入れますたっぷりめに大さじ一杯がいいと思います そしてまたこれを蓋をしてこれでまた火にかけます。これも大体いい火にかける時間はさっきと同じぐらいだと思ってください。でこれ蓋をしたままきっとこれもまたさっきと同じようにバチバチとジャージャーと音がし始めてから30秒ぐらいこのままほったらかしておいてください。そうすることによってフライパンの中で このサンドライトマトとケーパーの香りも綺麗にマグロの中に入ってくれます。おそらくこれで三十秒ぐらい過ぎたと思います。これで火を止めます。実はこれでこの料理完成なんです。もう少しでこの中に入っているオリーブオイルがちょうどいい、えー、味と言いますかソースになってくれるはずです。 またフライパンの中ではちょうど今、えー、メカジッから出た旨味もちょうどこの中に入ってるはずです。では盛り付けます。これで十分に厚さまったサンドライトマトと このメカジキのエキスが混ざったこのソースをメカジキの上にかけてくださいとてもシンプルな料理ですがこのサンドライトマトのソース自体がとてもおいしいんでメカジキがとてもおしゃれな味になりますこの料理はもともとはメカジキ イタリアでとても一般的な料理なんですがちょっとコクがあるぐらいの白ワインをよく冷やして一緒に飲んでいただくととてもおいしいかと思います。是非夏にはぴったりの料理ですのでお試しください。